作権引っかかるんじゃない？大丈夫これ。大丈夫だよ。やばいやば。何言ってんだ。okay、はい、始めましょう。はい、ということで、テイキューブラジオやっていきたいと思います。はい。かぶるな、かぶるな。はい。ということで、なんか面白いことありますか、藤田さん。面白いことはないですね。はい、いや、ないはセコいです。あ、ないセコいですね。最近はね、はい、テニスで面白いことっていうと、はい。僕、片手から両手にちょっとシュートチェンジをね、はあ、しようというところで、今、あの試合の映ってるんですけど、はい、まあ、ひどいんですけどね、はい、これ、初めてだ。あ、両手バック。前まで片手バックやったんですかね。ずっと片手ですね。なんか、面がもう片手2年ぐらい、3年 2年かな、2年ぐらい片手してて、はい、もう、面が合わないんで、はい、なんか相手のボールに対して全然。面がぶれちゃうので、ちょっと両手に変えようと思って、はい、両手に変えても間もない赤子みたいな感じですね、本当に。何も当たらない、ポワーンしか浮かないですよね。あ、そうなんですよ。まあこれからまた練習してね、はい、だん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 うまくしていきたいんですけども、まあ今日とかね、うん、やってましたけど両手うまかったですね。だんだん当たりが強くなってきた。この日からもう何週間、3週間ぐらい経ってるのかな。経つんですかね。週間経っての今なんで、まあ、ちょっとずつね、うまくなりながらバックハンドね、はい、ちょっと、ちょっと課題やったんだね、バックハンドが、はい、本当にフォアハンドはまだちょっとだけね、マシやけど、バックハンドはちょっと本当にダメダメやったんで、はい、B クラスでも、ね、1回戦で勝てない、はい、そのレベルやったんで、ちょっとね、両手ハンド頑張って、はい、これから身につけてね、A 級までちょっとしっかり上がれるようにね、そうですね。まあ、A クラスで勝つ、いや、愛媛ナンバーワンになるのが僕らのね、本来の目標ですから。そうですね。うん。B クラスで負けよったんじゃいかない、いけないですね。確かに。まあ負けましたけどね、結局。結局全滅でしたね。全滅です。誰か優勝するかなと思ったけど、そう。微妙でしたね、みんな。兄がワンチャンって感じですね。ワンチャン。まあワンチャンでもまあ、微妙ですね、まだ。はい。まだ、まあ、確実ではないかなと。そうですね。まあ、B やったらね、やっぱ確実に優勝できるような実力が手にしないと、A クラスで2回戦まで勝つのも無理ですからね。1回戦、まあ勝てたとしてもラッキーで、そう、2回戦勝てないですね。勝てない。はい。というわけで、この試合ちょっと解説していきましょうか。はい。まあ、ここ、土かな？土のコートかな？芝？芝ちょっと芝っぽい、土っぽい感じですね。人工的ななんか。ちょっと跳ねる感じですよね、オムニよりね。そうです、球はちょっと遅いんで、ね、ちょっと遅いですね。フジペタのフットワークが結構鬱陶しいよ、鬱陶しいんですけど、まあ、この時はね、ちょうど両手バックハンドなんで、全く足が棒立ちで何もできなかったって感じですね。はい、まあ、しょうがないんじゃないですか。ちょっとシュートチェンジはしたんですけどね、はい、ちょ途中まであの両手バックで振り寄って、はい、あまりにも多分向こうの練習にならんなと思って、はい、途中からあの切り替わるんですけど、ネットプレーしたりとか、はいはい、あのフォアハンド切り替えてはしてるんですけど、はい、今のところちょっとまだ両手バックハンドをね、あのやっている最中ですね。あ、マスか。ちょっと焦り出してからちょっと変えようかなって感じですね。はいはいはい、そういうことですね。まあそんなもんじゃないですか。もっともっとね、はい、本当はバックハンドね、やっぱストレート打ちしたいじゃないですか、はい、試合でバックのストレートですね。あれ抜けないでしょう、毎回毎回。あれがあったら全然違うんですよね。なんか相手にバックハンド繋がれるじゃないですか。そうですね。バックハンド繋がった時にフォアハンド回り込むのもいいんですけど、それがちょっとね、はい、短かったりとかしたら相手にまた攻め込まれてね、あのボレー決められちゃうので、はい、もうちょっとバックハンドしっかり振り切れるようにしたいというのが今の目標です、ね、目標ですか。もう僕の目標はもうあれですね、まあ、藤ペタからアドバイスというか、なんというかクレームというかあったんですけど、そうですね、やっぱ振り切りですね、僕は。プレースタイル的にやっぱこう、あんま考えてやりよったらね、ラケットがこう振り抜いていかないような感じになるらしいんで、はい、全然な意識はしてないんですけど、確かに思い返してみると、なんか、ボールが飛んでないような気がする、気がしてたんですよね。そうですね。なんで結構振り切りを意識して、最近はもう、つなぐというよりかはもう、決めに行く、はい、そういうテニスちょっと目指してますね、今。性格的にね、あんまなんか、綺麗な、はい、テクニックで落としてっていう感じじゃないとは思うので、そうですね、テンション的にも多分、あのテンション的にはモチベーション的にも多分しっかりこういう風に振り抜いて、はい、やっぱいかんと、はい、だん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 持っていた時とかに、そうですね、多分なあなあなって負けちゃうことが多いと思うんで、振り抜き方を変えながら、ね、はい、あの、まあ、安定できるようにしていくと、もっともっとあの試合でもモチベーション保てていい感じになるんじゃないかなと。そうですね。まあ目標はフォアもバックも振り抜きですね。そうです。
ゴリゴリに押していく、そういうテニスプレイスタイルを。まあ、本来、まあ僕、守備やと思ってたんですけど、意外とやっぱ攻撃が好きなんかもしれんですね。そう、まあ、大体みんなみんな攻撃が好きなんかもしれない。はい。まあでも守備好きな人はね、あります、ね。はい、シコラーって言われることはね、そうそう、結構守備専門だったりするので。はい、守備の方が勝ちやすかったのは勝ちやすかったんですけど、やっぱこのレベルまで A クラスで勝っていこうとなるとね、このプレイスタイルは無理ですね、やっぱり。まあ、自分より格下とかね、うん、まあ、ちょっと同じぐらいやったら、まあ、もうつれた時で、まあ、繋いでいけば勝てたりしたんですけど、はい、やっぱもう格上ばっかりじゃないですか。そうですね。もうそうなってくると、もう正直振り切りで勝負していかないと、はい、負けも意味がないんですよね。確かに。次に繋がらないものになるんで、ね、まあ、僕の目標はもう一撃ですね、はい、究極の一撃を身につけていく、どのパターンでも打ち抜きで決めていくぐらいのボールをね、次身につけようと思ってますね。これですね、コープレイシューね、はい、多分増えると思う、ね、多分今までね、ちょっとラリーでしぶとくやらしくやってたんですけど、はい、気持ちよくアウトとか、気持ちよくネットパチーンとか増えていくと思いますけど、気持ちよく決まるもんね、結構増えていくと思います。そうですね、まあ、それをね、はい、できるだけ自分に落とし込めたら強いんじゃないかなと思います。僕はちょっともうタイミングとかでちょっとね、打点を変えたり、はい、そんなのやっていこうかなって最近は思ってますね。藤井は割とね、器用なタイプというか、ちょっとテクニック寄りの人間ですからね。パワーはね、あんまりないんで、はい、そうそう、できるだけ高速だったりね、今どういう状況であったりとか、しっかり自分で分析しながらテニスをね、してきたら、あれなんか自分的に合っとるかなと思うんで、はいはい、ちょっとまた2人のプレースタイルね、対局ですけども、そうですね、結構似てる似てるって言われてましたけど、だん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 ちょっと変わって変わっていってますね、はい、離れていってるというか、コンセプトが視聴者側からしたらね、多分あんまりなんか変わってないみたいな、はい、まあ見栄え的にはね、多分僕らそんなにうまくないので、はい、変わってないとは思うんですよ、はい、個人的なメンタル面であったりそういうところではちょっと変わっていくことはねしているので、そうですね、皆さんもね、なんか今こういうプレイスタイルでやってるっていうのを一回変えてみるってもね、はい、新しい何かが開けるね、一歩かもしれない、ね、そうですね、まあ上手い人はいいんですけどね、そうね本当それ勝てるじゃん、プロとかは全然レベルが格が違うので、はい、いいと思いますけど、僕らみたいななんか初中級者そこら辺ぐらいの人らはね、ちょっとなんか上手くならんなって時は、なんか一個変えてみるのもいいかなと思います。もう自分のプレイスタイルすらもう消してしまうような、そうですね、そういう大きな変革がやっぱり成長を生むんじゃないかなと。確かになかなか難しいですけどね、まあ、そうですね、いきなりパッて変えるも結構ね、違和感があったりするんですよ。はい、両手バックハンドルが特にそうなんですけど、片手で振り寄ったらなんか届けるボールでも、はい、両手やったら届かんボールだったり、ちょっとリーチがね、そうそうそう、狭いところがあるんで、足の向き、これはスーパームーンボレーですね、多分これ決まったやつ、決まったやつ特技があるんですね、僕、ああいうスーパームーンボレー。ああいうことをするから、はい、ありますよね。試合中にはまだあれにこだわってしまって。そうなんですよ。ちょっと、ダメなんですよね。ああいうのがね、決まってしまうのが僕いけないんですよね。あれミスったらね、ほんま、あ、ミスったミスったってなるんですよ。おお、俺うまいんじゃねって言ってテクニックに走ってしまうんですよね。そうなってなんか、もうなんか振り抜けなくなるというか、はい、なんかもう見失うんですよね、試合中。そうですね。はい。で、僕、自分が見失ったの気づいてないのが一番多分原因やと思うんですよね。またこれの次の動画でね、また上げる時には、多分、もう藤さんの新語の動画上げるので、はい、その時に、あ、そういうことねっていうのはちょっとね、分かっていただけたらなと思います。はい。変なところでね、変な振りやってしまってミスってる、はい。そう、結構ありますね。まあ、冷静になる分はね、冷静にならないかないけないので、はい、難しいです。まあ、まあ、僕は振り切りですね。まあ、最近ダブルフォローがすごい増えてきましたね、そのおかげで。まあいいんじゃないですか。サーブも振り切って、ファーストサイトやっぱえぐいですね、そう、入ったら。めっちゃ速い。速いっす、重いですか、どうですか、重さは。いや、速いです。速い、ただ速い。速い。僕は取りやすいですけど、ね。あ、取りやすい、逆に。取りやすいというか、はい、合わせるだけでいいので。ああ。そんなにしんどくはない。なるほど、曲がったりもしないので、まっすぐ本当に順縦回転なので、なでも本当に深く入ったりしたら動けないといけないですね、はい、あ、ワイド散りばめられたらちょっときつくなります、ね、あ、なるほどね、
まあサーブの振り切りはね、やっぱり僕の持ち味サーブですからね。そう、最近ここ死んでたんですよ、サーブが。そうです、もう入れに行くだけやったんですけど、はい、やっぱりね、ダブルフォールトを恐れずセカンドも振りに行ってますね最近は。あ、いいですね。いい傾向だと思います。はい、はい、ということでね、この動画終わっていくんですけど、はい、まあ結果はね、僕の勝利なんですけど、まあフジペタの両手バックが始めたんで ね、まあしょうがないところはありますかね。はい、ということで、グッドヒューカー、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイバイ。